皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理吉の布目です。前回の動画の方でこちらのね、北斗の拳明日への種もみ風味が、玄米茶ラテ風味っていう形でね、ご紹介させていただいたんですけれども、早速ね、今日は布目さんと一緒にこちらのね、試飲をしていきたいと思います。布目さん、あれですね、パッケージやっぱりかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいです。かっこいいですね、すごい。もう私、絵がやっぱり好きなんですよね、はい、すごいかっこいいから、はい、男かっこいいし、女もめっちゃ美人だし、はい、絵が好きなんですよね、北斗の拳。めっちゃ筋肉いいですね。そこすごい食いつきますね、はい、すごいな。でまた裏もね、はい、まだ裏はお見せしてなかったと思うんですけれど、裏にもちょっと入ってます。今日より明日、今日より明日と、久しぶりに人間に会った気がするという、この印象的なコマも入っております。そうですね、この世紀末の時代で、あとね、三隅のじいさんはね、すごい命がけでね、そう守ったこの種もみを全力でね、布目さんが再現しましたからね、はい、早速じゃあ飲んでいきましょうか。飲んでいきましょうか。はい、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ開封します。開封。うわ、すごい香ばしい匂いが。そうですね、玄米の匂いがします ね、ちょっとお色、すごい香ばしい、ね、玄米茶、ほうじ茶の匂いですよね。そうですね、お茶屋さんの前って、そうお茶屋さんのね、しますよね、ね、本当にそういう匂いしますね。めっちゃいい香り。じゃあ早速飲んでいきます。はい、皆さんお願いします。で、一つちょっとあれなんですけど、裏面の方にスプーン吸い切り1杯って書いてるんですけど、今ね、ちょっとスプーンの改良を進めておりまして、もしかしてこの商品が届く時点ではこっちの白のね、スプーンが届くと思うんですね。いつも通りのスプーンですね、はい、いつものスプーンですね。こっちがね、届いた場合はすり切りを4杯入れていただきたいんですけれども、ちょっとね、今改良に進めている新しいスプーン、まあ、黒のやつがあるんですけど、そちらの場合はね、もうすり切り1杯入れていただければ、うん、タンパク質がね、20g 取れるようになりますんで、ちょっとね、そちらだけご注意いただければと思います。はい、で、今回は白のスプーンなんで、こちらで4杯入れていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。まーす。公式シェイクです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,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 1,2,
友達も少ないですね。多分なさそうですね、うん、どうぞどうぞ。またちょっと水入ると違う匂いになりますね。さらに香ばしさが増しますね。じゃあ、いただきます。いただきます。あ、いい匂い、ほんまに。もう言う前からすごいなんか期待してしまった。竹谷さん、今日もやってきました。あ、でもやっぱり美味しいですね、うん、今回もね、美味しいですよね、うん、なんか今までのフレーバーとちょっとまた違った路線じゃないですか。そうですね、ね、甘いのがあってで、酸味系があってで、これなんていうかね、甘いと酸味系でもなくてすごいさっぱりとした感じじゃないですか、うん、お茶でさっぱり。そうですね、うん、でもあの甘みはありますけどね。私すごい大好きで、女性すごい好きなんじゃないかなと思うんですよね。
今要って要はあれですよ、玄米茶ラテブームじゃないですか。そうですね、ほうじ茶ラテとか玄米茶ラテとかそうですよね、うん、新たなラインナップがまた B レジェンドのフレーバーに加わったんじゃないかっていう印象ですね、うん、なんかあのお茶って本当どの世代の人も飲むじゃないですか、はい、子供も飲むし、はい、あのお年寄りも飲むし、はい、だからすごいあのいろんな層の方に受け入れていただきやすいあのフレーバーなんじゃ味なんじゃないかなって思います。確かに日本人でお茶を飲まない方はなかなかいないですもん ね、うんね、はい、そういった意味ではすごく親しみやすいフレーバーなのかもしれないですね、うんうん、ね、これ味なんですけど、うん、はい、何に近いかっていうと、はい、やっぱり、まあ、玄米茶が香ばしさがすごい強いから、ね、玄米茶ラテとかがやっぱ近いのかなと思うんですけど、はい、すごくその開発の時に風味であのみんなでこだわったところがやっぱり明日への種もみ風味ということで種もみベースで考えたんで、はい、その種もみでなんかイメージできるものってなんか香ばしさ、うん、結構その香ばしさにこだわったところがあったんですよ。はいはいはい、なんでそれがすごくちゃんと再現されてますね、うんうん、じいさん、うん、確かにいただいたよこれを飲んでね、そうトレーニーたちも明日につながる。そうそう、今日より明日、今日より明日って言ってこうトレーニーたちはトレーニングをしておりますので、こう三角のおじいさんの思いを継承して、一日一日大切にこう飲んでいきたいなっていうふうに僕は思いました。そうです、はい。でも本当に運動後に飲んでいただくのにも甘すぎずにさっぱりと飲めるあのテイストかなと思います。結構何と割っても美味しいんちゃうかなっていう。ああ、そうですね。あの牛乳とあってもね、もちろん、ね、まずは牛乳はベターですけども、うんうん、もともとこのお水で割ってもだいぶ牛乳感感じますもんね。はい、ね、だから絶対牛乳合いますね。牛乳はこれは合うかと思いますね。ただこれ、ね、まああの凍らせても普通に美味しそうな感じ。あ、これもアイス系もいけそうですね。いけそうな気はします。はい、ああ、アイスいいです ね。確かに牛乳で割ってでシェイクしてで、うん、あの凍らして食べていただいたら、ま、たいいと思います。アイスは美味しそうですね。で、気になるスペックの方なんですけれども、うん、エネルギーですね。1食あたり 118.8 キロカロリーですね。でタンパク質がいつもと変わらず 20.20 グラム以上ですね、うん、20.4 グラムですね。で脂質の方が 1.4、 で炭水化物が 6.1g、 食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 46.5、 ビタミン B6 が 1.8mg っていうスコアになります。はい、まあ、他のね WPC の、うん、フレーバー同様の、ちゃんと必要なねタンパク質取りたい量も入っていますし、うん、で、それでいって、低脂質、低炭水化物で、お作りできているかと思います。はい、ぜひね、こう皆様にも飲んでいただきたい商品に仕上がっているかと思いますんでね、ぜひ試していただければと思います。すごい、種もみじゃってやれってディレクターが言ってくるんですけど、ちょっとそういうのは私まだ振り切れてないんでできません。大丈夫ですかね。代わりに染野さんがやります。はい、はい、じゃあね、今日のね動画がね良かったっていう方はね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたね、次の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。種もみじゃー、種もみじゃー